はいどうもサリーです。今日はねちょっと変わったところに行こうと思います。でそれはどこかっていうと、日本で一番古い国道にある隧道、隧道は隧道なんですけれども、国道にある日本一古い隧道に行こうと思います。はい、ね、国道って言ったらさ、その各県各県の主要道路じゃないですか。まあ、千葉にもありますよもちろんそのね千葉にある国道にまず隧道っていうものが存在するって言うんですよ。どんなところなんだと思いません？国が管理する道に隧道があるっつうんだから見てみたいですよね。ということで行ってみたいと思います。それじゃあ行ってみましょう。千葉県にもね国道があるんですよねもちろんね、国道415線っていうのがあるんですけど、まあ、千葉の背骨と言われるところです。はい、もうだから主要道路中の主要道路って感じうん。だからそんなところに隧道っていうか、があるっていうんだからさ、そりゃすごいなと思って。でしかもその作られた当時の姿をまだ残している、すごくないですか。まあ隧道っていうのはね、まあまあ簡単に言うとトンネルのことなんですけど、まあ、ただね、あの普通のトンネル、機械で作ったようなトンネルではなくて、もう人力で掘られた、まあ、素掘りと言われるトンネルのことを、まあ、隧道というんですね。まあちょっとね、どんなところにあるのか楽しみですね。はい、もうあと2分で着くっつってんなこれ。もうねこういうところも怖いよね、何なのって思いますけどね。いやー、どこにあるんだろうね。そうな、この辺であるとは思うんだよ。ああもう見えましたね、地図上ではもう見えてますね。ここ左だね。うわ、ここはだっていつも来るところでしょいやー、この先に隧道があるって言うんですよ。はい、うわ、あったありましたね。お、びっくりした。いやー、ありました。でも一応これは隧道だけど、モルタルが吹き付けられている感じはしますね。はい、ちょっと中通ってみましょうか。でもね、モルタルが吹き付けられてるんだけど、途中からなんかちょっと素彫りっぽくなってはいる。ちょっと行ってみたいと思います。レッツゴー。でかいっすね。
ちが反対側からです。うん、やっぱりこうモルタルが吹き付けられていますね。はい、ここがね国道っつんだからすごくないですか。うん、結構車の往来も多いですね。よし、もう一度ちょっとゆっくり通ってみたいと思います。うん、途中ででかくなってんだ、すごいな。はい、というところなんですね。で、その辺に書いてないのかな、どっかに国道って、あ、多分あれだ、はい、ここに書いてありますね、多分ね。はい、ほら見えますかね、国道410号線ですね。はい、すごいですよね。うん、まあ国道にあるこういう隧道ですね。これはね、一応隧道という形では日本で一番古いところだそうです。はい、はい、ということで今日はね、国道にある日本一古い隧道を見に行ってきました。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると励みになりますので、ありがたいです、嬉しいです、よろしくお願いいたします。それじゃあまた、バイバイ。いいね、ここ、この辺いいな。